挑戦開始から7時間ラストステージにたどり着いた有野だったが、強烈な魔法攻撃を繰り出すデスブリンガーの前に惨敗。遅う。ゲームオーバーになれば無論ステージ1からやり直し。序盤はとにかく気を引き締め奇数を減らさないことが肝心。そして1時間後、残り2機でデスブリンガーの元へ。うわ、防御不可能なマジックを食らい、こっちも目には目をと満タンの魔法で反撃するも、まだか。すぐさま立ち上がるデスブリンガー。マジックを発動させないよう連続攻撃を試みるが、危ない。ただうわー、出す、それ出されたら無理やで。これはどうしたもんかな。一度攻撃をミスると、あら、ちょっと痛かった。すぐさまマジックを発動される。連続でくんの。マジックポイントがすげえあんねんな。あ、まさか、おわー、来た。あいつマジックポイントどんだけあんねやろ。マジックを連続で出されると打つ手なし。一体どうすればいいのか。そして脅威の敵と戦えたのは1時間後。悲しいかな、再戦まで時間が空きすぎて戦いに進歩を見せることができない。うわ、どうやこれ。攻略の糸口すら見出せず、苦労もわずかの時間で梅雨と消える。出たがメオベラ。またここか。あまりにも過酷な戻し作業と、ここで有野さん。おお、はい。スタッフが有野の元へ。ちょ、なんだ。あ、一人増えてる。何三兄弟になった。番組初登場のカメラアシスタントバンを含め3人で登場。その目的は、実はこのゲーム、2人で協力して最後まで持っていくということができるので、うん、2人協力プレイで2キャラ使えるってこと。はい、その、男戦士、女戦士、ジジイの3人のうち1人、うん、選んでください。2人同時プレイで有野の負担を減らす試み。どれかがパートナーを1人選んでもらう。スタッフ3人はそれぞれのキャラクターに対応。 AD 江本は男戦士アックス、 AD 茜は女戦士ティリス、そして急遽登場した CA 版はロー戦士ギリウスを担当。でもレディス俺使いたいしな。アリノはやはりプレイし慣れたティリスを選択。そして協力プレイの相方にはジジイバク。お願いします。力もキャラも未知数の CA バンを指名。果たしてその腕前は。あ、バン君やるやん。初めてバン君。初めてですね。初めてとは思えない巧みなプレイを披露するバン。バン君似合うな、その黄色い。うまいな。有利に運べると思われた2人プレイ。しかしペースが乱されるのか、あ、ごちゃごちゃ。結局ステージ4で、あ、やだ、あ、ゲームオーバーか。難しいな、全然さっきの面までいかれへんなって。作戦失敗。 CA 版が退場し協力プレイは終了。自力で再びステージ8を目指す。やはり一人プレイの方が戦いのペースを維持することができ、1時間後ラスボスデスブリンガーとの再戦へ。お前、ピンチとなったところで早めにマジックを使用。
あとは飛び蹴りで地道にダメージを与えるが、それを邪魔する厄介な存在が。危ない危ない。ボス思いやな、あの骸骨。何やねん。忠誠を誓う無敵のスケルトンが動き回る中、ハメ技を決めるのは至難。ダッシュで牽制しながら攻撃する隙を伺うものの、時間を費やしラスボスにたどり着いたところで全く抵抗できないまま惨敗を繰り返す。うわあ、ボコボコや。難しいな。このままでは拉致が開かない。毎度今更ながら説明書を確認。ハイジャンプ切りってあった。ハイジャンプ中に攻撃すると剣を構えたまま下の敵を攻撃する。敵に与えるダメージはこれが最も大きい。お、これか。開始から12時間後に知った新たな攻撃方法。ハイジャンプ切り。説明書読んだ方がいいですよっていう説明書ないのかな。最も威力があるというハイジャンプ切り、まずはステージ1でその効果を確かめてみる。4発ぐらいでやっつけれんねんな、大体あの雑魚。通常4発で倒れる敵が、あ、1発や。やっぱこっちの方が効果あるな。4倍ぐらいあるのか。飛び蹴りのおよそ4倍の破壊力を持つ必殺ハイジャンプ蹴り。しかしこの攻撃には難点も。ただ当てるの難しいな。これ当てる練習しとかなあかんな。ハイジャンプ切りがデスブリンガー攻略の突破口となると信じて、道中必死に練習に励む。よし、まい。難攻不落の強敵、果たして活路を見出せるのか。おお、強そう今の。なんとか一発当てたが、危ない。ボコボコや。違う、一旦これ。魔法で倒れたところを狙い撃つ。おお、あかん、止まれ止まれ。くわー、いけそう。死んだ、あとラスト一機。ラスト一機の窮地。かすかな手応え。遠い遠い。果たして。あ、遠い遠い。あー、あー、ともうちょっとっぽいよ。うおほ。いけそうやねんけどな。敵のライフは未知数だが、わずかに光が見えてきた。これまで培ったテクニックを総動員し、残り6機で再び迎えたデスブリンガーとの戦い。一撃ずつハイジャンプ切りを浴びせるが、あー、畳みかけるか。デスブリンガーもすぐさま魔法で反撃。こっちも戻せ。よし、あぶない、あー、畳みかけるか。互いに意地と意地がぶつかり合う一進一退の攻防。戦いは持久戦に。よし、あかん、邪魔、お前邪魔、くそ。おほほほ、ラス1。ラスト3機。デスブリンガーの生命力は予想以上。くわー、まだか。一体何発当てればいいのか。あが、邪魔。骸骨。
救出を果たした王様からメッセージが。なんだ、ご苦労さんでしたかな。見事ゴールデンアックス完全攻略。エンディング画面は一風変わったスタッフ紹介。あの二人寝てるやん。おじいちゃんが一番元気やった。そして最後は、お、起きた、お、投げた、あ、エンドになった。連敗脱出。いい流れでいよいよ次回は24時間生放送。24時間テレビ頑張ります。寝たらごめんなさい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。